こんにちは、オーガです。今日はですね、ギターの指弾きの始め方パート2ということでですね、パート1の方では、指弾きのフォームと右手の指の曲げ方、使い方、あとは、エクササイズなんかもご紹介したんですけれども、このパート2ではですね、ビートルズのレッド・イット・ビーで、指弾きで曲を完成させちゃおうかなと思ってますので、ぜひ挑戦してみてください。でですね、以前制覇とかバレエのコツをお伝えした動画があるんですけれども、そちらで、インターっていうセクションがあるんですね。間奏のところなんですけど、そこのコードがですね、ちょっと間違ってたんですね。後々聞いてみたら、なんかこれちょっと違くないかなと思って、ちょっと曲聞いて確かめたら、ちょっと違ってたんですよ。本当申し訳ないです。正しくはこうなります。今日ちょっとやりながらそこの部分も出てくるんで、以前ですね、その制覇のコツとかの動画で間違えたバージョンで覚えちゃった方、本当申し訳ないんですけれども、今日やるコード進行で覚え直してくださいって言っても、大きく違うわけじゃないんですけどね、本当申し訳ないです。気をつけます。で、今日出てくるコードは C と G と Am と F、 そして C on G っていうコードが出てくるんですね。で、C on G のコードの押さえ方だけちょっとおさらいしておきましょうか。まず、C を押さえてください。で、on G っていうのは一番低い音を G にしてくれっていうことなんですね。G って6弦の3フレットなんですよ。なので、薬指で押さえてあげます。そうすると、さっき押さえてた5弦の3フレットがガラ空きになっちゃうじゃないですか。で、ここを小指で押さえてあげるんですね。コード的には C なんだけど、一番低い音は G にしちゃってねみたいな感じのコードになってます。で、親指がどこを弾いていくのか、人差し指中指がどこを弾いていくかってことなんですけども、基本的に人差し指中指は2弦3弦で統一しちゃいましょうかね。で、親指はコードのルートを弾いてきます。で、ルートってどこかっていうと、 C は5弦で、 G は6弦で、 Am は5弦で、 F は6弦ですね。で、人差し指中指はずっと2弦3弦です。で、パート1の動画のつま弾きのパターンを、1回やったら次のコードに進んでいくっていうような感じですね、基本的には。1小節の中に、1小節ってこの縦線と縦線ですね、の中にコードが2個あるとこ、出だしのイントロのとことかなんかだと C、G ってなってると思うんですけど、C を1回弾く。で、次 G に移る。で、G は、ルートが6弦なので親指は6弦ですね。だから、イントロちょっとやってみますね。まず5弦から、親指が何弦弾くかだけちょっと言いながらやっていきますね。5弦、6弦で、5弦で、6弦ですね。こんな感じで進んでいきたいと思います。で、全部が全部1小節の中にコードが2個あるわけじゃないんですけども、あとはその展開の変わり目だったりとかは、こっちはただ伸ばすだけってとことかもあったりするんで、ちょっと聞きながら真似してみてください。で、あとですね、 G なんですけれども、 G ってこういう押さえ方だったり、こういう押さえ方だったり、こういった押さえ方とかこういう押さえ方もあったりするんですけど、今弾いてるのって6弦と2弦と3弦じゃないですか。で、6弦は3フレットで、2弦3弦は0フレット、開放弦になりますよね。なので、わざわざこの1弦と5弦にあたる部分、ここ押さえておく必要ないんですね。なので、薬指で6弦の3フレット押さえるだけで、楽しちゃいましょうかね。指弾きって最初大変なんですけど、こういった感じで弾かないとこは押さえなくてもいいって言った感じでですね、ちょっと楽もできる部分もあるんですね。なんで、せっかくなんでこのメリットを生かして、 G は6弦の3フレットを押さえるだけっていう感じでやっちゃいましょうかね。じゃあやってみたいと思います。
こんな感じですね。で、この後また、A セクションと同じものをやって、まあ、同じコード進行をやって、まあ、そこがギターソロになるんですけども、そしたら B を1回、2回じゃなくて1回ですね、4小節分やってもらって、でその後 A が1回来て、まあ、A はそもそも8小節分になりますんで、で、また B セクションに行って、B セクションが2回し分ですね、8小節やって、で最後インターですね。F、C、G、F、C。これ2小節分やってもらって、まあ今ので2小節になるんですけど、まああの1回目のインターのちょうど半分の長さですね。やってもらって1曲完成ですね。まあそこがアウトロになりますんで。はい。で、まああの、YouTube とか使って、まあ音源上がってるんで、それ聞きながら、合わせてもらえるといい練習になると思います。で、原曲の速さでやってると結構、きついと思うんで最初。慣れるまでは、再生速度ですね。0.75 倍速とか。0.75 倍速でもまだ、早ければ 0.5 倍速とかでゆっくりにして合わせてから、原曲の速さに合わせていくっていうような感じでやってみてください。で、まあ、なんか音源によっては最後の B セクション、あの、サビのとこですね。一番最後の四角 B セクションが、二回しじゃなくて三回しになってるバージョンもあるんですね。なので、まあ実際、二回しでやってもらって、あれまだ歌ってんなって足りないなと思ったらもう一回し分だから4小節4小節4小節まあ12小節分ですかね、やってもらってから最後のエンディングまあアウトロの部分ですねの2小節やってもらえればピシッとハマると思いますんでぜひそれで挑戦してみてください。で、もし、これで余裕ができてきたらですねイントロの部分とか A メロの部分とかのですね、ダンダンダンこの3つ目の A マイナーの後ですね、A マイナーのつま弾きがこうなってるじゃないですか。で、この最後のこのベースラインをですね、左手の小指もしくは、薬指離しちゃってもいいです。左手の薬指離すと Am7th ってコードになるんですけど、まあ、同じような感じなんで大丈夫です。離しちゃってもで6弦の3フレットを押さえて親指が6弦を弾いてあげる。そうするとこんな感じになるんですよね。原曲聴くとピアノがこんな感じの音を出してると思うんですよ。これ流れで弾くとこの次ですね、ここんな感じでちょっとこなれた感じというかやれてる感が結構出てくると思うんで、もし余裕が出てきたらこれも挑戦してみてください。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信していますので、もしよかった、参考になったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。